9月のアサポール・シャバはフランスの画家である、女性のヌードを得意とした、なんとの商人の家に生まれた。父親はアマチュア画家で、兄に象徴主義の作品も描いた画家のモーリス・シャバがいる。兄とパリの私立の美術学校、1883年から1887年の間、アカデミー・ジュリアンに学び、トニ・ロベール・フルーリー、ウィリアム・アドルフ・ブグローラの指導を受けた。 1885年にフランス芸術家展に初めて出展し、その後妻の肖像画などを出展し1892年の展覧会で加作を得、さらに入賞を繰り返し、1899年にはルプリーナショナルジュサロンという賞を受賞し、2年間の国外留学奨学金が与えられ、イタリア、ギリシャ、トルコ、アルジェリア、ノルウェーを旅した。ギリシャでは、 フランスの交換の娘の肖像画の依頼を受けることができた。1890年に当時有名だったジャーナリスト、ローベル・ミッチェルの娘と結婚した。1890年代には小説家のポール・ブールジェやアルフレッド・ド・ミュッセラの著書の差し絵も描いた。女性のヌードを描いた作品の評価が高く、代表的な作品には1912年の展覧会で賞を得た9月の朝がある。 この作品は翌年、アメリカのシカゴの展覧会で展示され、暇いだとして、シカゴ市長が画廊の経営者を告発する事件を起こし、多くの新聞が風刺画で取り上げ、カレンダー、絵はがきなどの複製が作られた。この絵は、ロシアのコレクターに買い取られた後、何人かの所有を経て1957年に、ニューヨークのメトロポリタン美術館に収蔵された。 レジオンドヌルール勲章はシュバリエを1902年に、オフィシエを1913年に、コマンドゥールを1923年に受勲した。1921年からリュック・オリビエ・メルソンの後任でフランス学士院の院長を務め、1926年からフランス芸術家協会の会長を務めた。ありがとうございます。